どうもおはようございます。こっちきんです。J2 第5節、えー。ちょっと遅れましたが、まことにすいまめん言うてね。なな言うてますけども、えー、振り返りたいと思います。山形 VS 群馬。うーん、群馬初勝利おめでとうございます。<laughs> おめでとうございますね、これね。いやー、17分の宮坂、実に宮坂らしいゴールでしたね、あれね。いや、そっか、山形古巣だもんな。いやー、なんか今まで自分たちが、 相手にかましてたのをぶっかまされたって感じですね山本 <laughs> サポーターがするとねしかも雨の日だからさ宮坂のボールはゴールキーパー佐藤ね佐藤が連続出場だっけかわいそうだけど止め,れに止めれねえわあれはうん難しいもんああいうボールでまあ23分もね田中はねいやシュート意識というかねこの選手は開幕戦もね なんか唯一のチャンスシーンと言っていいような <laughs> シュートシーンとかも売ってたし、意識高いなって思います、そのゴールへの。で、35分か。で、次に山形か。ね中村のあっちゃんのね。加藤がサイドで起用されてて、で、折り返しをね、ダイレクトで押し込んだんだっけ確か。あれは本当にやっぱ技術がある、この人だからできるゴールなんじゃないかなと思いますね。はい、で、40分の進行コのゴールもね、 はいやっぱりこの選手は得点感覚が優れてるなっていうのが J3 から J2 行っても変わらずやっぱりなんかフォワードっていうのは J3 から J2 とかディビジョン変わっても何やかには点取るケースが増えたなというここ最近でまあ群馬が3-1でね試合進めていきましたがまあ最後に山形がえー、っと山形ユースから大学行って戻ってきたのかなこの高橋純也えー、J リーグ初出場初ゴールというね持ってる男 まあ山形はそのフォワードがね、点取りは誰なんだっていうところで、まあ大月なんかに期待がかかるんだけど、それを高橋がね、その座を奪い取ったら、これまた面白いチームに山形なっていくんじゃないかなと思います。まあ得点力ってうと山形は今のところまあぼちぼちって感じなんでね、そこをね、この高橋がね、ルーキーながら引っ張っていったら、 めちゃくちゃ面白いチームになるんじゃないかと。で、まあ、群馬はね、大前って出たのあ、出たんだよね。そうだよね。うん。まあ、まだこっからですね、やっと主役が帰ってきて、はい、ここから群馬の今年のシーズンが始まるんじゃないかなというところでございます。はい、水戸松本ちゃんは22ですね。 アレフ・ピットブル、<laughs> 43分のゴールはなんか、珍しいゴールでしたね、あらな。<laughs> キーパー、キーパー取れなかったか。今日、そ松本のキーパーかっこいいか。ね、村山じゃなかったね。うーん、まあね、難しい <laughs> ところでしたが、ちょっと珍ゴールでしたね。で、そう、次のゴールもアレフ・ピットブル絡んでんだよね。いやーこの人身体能力とかフィジカル系の選手かなと思ったら、 このクロスとか見てもね、テクニカルなプレートができてて、ちょっと怖い選手がまた水戸から出てきましたわ。で山田浩太ね、ああいう泥臭い、泥、ま、臭、あ、いというのかな、なんか結構、そんなにドリブルでこうクイックイってかわしたりね,ね、テクニック、ね、見せる系の選手かと思ったら、ああいう飛び込むみたいなね、ヘディングでできる選手なんだなっていうので、俺自身初めてなんか発見しましたね。ああ、こういう戦える選手なんだなっていう。 で,で、まあ、前半ミッドがね、良かったんだけど、後半松本巻き返しましたね。うん。やっぱセルジーニョ。うん。この選手はまあ、優秀です。はい。言わずもがな。セルジーニョ、そか。もう、ちょっと松本や、<laughs> やべえ。ちょっと1.5軍じゃやべえ。つって。<laughs> 後半から、怒涛のスタメン組投入ね。<laughs> 焦りの松本。そしてちゃんと結果を出すっていう。で、70分、塚川と。塚川はやっぱり、ヘディング、うまいっすね。 塚川なんかヘディングで点取ってる印象があるんだよな。うん。で、まあ2-2で松本同点と。まあ松本はやっぱ昇格狙ってるチームとしてはちょっとここ最近再開してから思う通りにできてるかちょっと微妙ですね。で、栃木、大宮。はい、栃木勝利おめでとう。いや、このゲームは本当にあれですね。お互いあんまボールを持とうとしない同士の対決って感じかな。印象で言うと。うん。 その中でまあ栃木がね、秋元の突破、やっぱ秋元いいよね。いやー、本当に森秋元、ちょっと今年の栃木、若手組、楽しみです。はい。突破してってね、大宮、エリア内で倒してしまい、そして矢野、矢野様のね、あの PK もまたさ、なんかベテランだから蹴れるコースだよね。あれはね、簡単にあそこ蹴れないよ。難しいよ、あそこに蹴るのは。 はい。まあ、得点シーンはね、PK でしたけども、試合全体見ても、栃木がこう、やりたいように、栃木のやりたいサッカーはね、やってました。だから、大宮としてやっぱ、シュート6本か。うん。やっぱり、ま、あなんとなく、飛ばし飛ばしで試合見てたけど、ね。地高でもっとやっぱ崩せるチームになったら、恐ろしい。うん。そうね。はい。 怪物ギガーンあ、ヴェルディー甲府か。これは私現地行っておりまして。はい、4対2ヴェルディ勝利です。まあ、ヴェルディ目線で見れば、まあ、やりたいようにやらせてもらった。まあ、甲府はやっぱバホスとかね、ドゥドゥマイクとか後半から出てきたし、あ、バホスは欠如ね。うん。まあ、甲府の方はサブ面で挑んできた感ありましたね。ヴェルディはまあ、 まあまあまあ、現状の割とベストメンバーに近い形で、まあそれがぶつかったらこうなるかな、みたいなところありましたね。はい。どのゴールも形美しかったですね。特にまあ37分50分のイノベーション、この2ゴールともにヴェルディがやりたいように、もうポゼッション回して、ね、崩して、崩しきるゴールでしたね。うん、まあ甲府の方で言うと、まあそう、山田がね、点取ったのは今後楽しみですね。あの、 まあ良かったと、まあでも特に良かったのはそうだな、甲府で言ったら、あ、両チームとも藤田が良かったね、ジョエルチューマンもマサトも。藤田マサトちゃんとサイドで幅作って、そこから中に入り込んでくってプレーも良かったし、そのままサイドからね、クロス上げるとか、アシストもしてるしね、コーナーでね、はい、良かったんじゃねえかなと思います。ただ甲府疑問だったらマイク入れるのに、マイク入れたのに、なんかつない,いでたのにちょっとよくわかんなかったかな。 うーん、リードされてて、ハーフなマイクいるんだったら、放り込んじゃってよかったのかなっていうところありますけどね。うーん。うん。まあ、そんなところです。はい。ヴェルディは今季初勝利。おめでとうございます。で、町田新潟がた、3、3ということで。町田シュー5本で3点取ってるし、すご。まあ、2分、ジョンチュン軍まあ、セットプレイからこぼれを押し込んだみたいな形で、この人のね、あのポジショニング能力。 うん、よかったと。で、37分ですよね。このヨシオちゃんのこのね、カットインからのあれ、もうザ・ザ・ヨシオみたいな、自分の形を出したゴールなんでしょう。素晴らしいゴールでした。はい。ね、ただね、前半2-0で、新潟、いやー、やばいなとなったんでしょう。はい、途中からね、えー、前半、ハーフタイムから、秋山、ペドロ・マンジ、投入いたしまして、うん。まあ、流れがね、 また変わっていくわけです。で、後半。いやー、高見フリーキック、うまいんだね。あのフリーキックは止めにくいし、なんか、シュートモーションがね、ちょっと、なんて言うんだろうな。おしゃれ系フリーキッカーとはちょっと違うキックモーションだよね。あの、体重をかけて、蹴る感じ。<laughs> 多分分わかる人にはわかると思うんだけど。そう。で、いいコースいったな、あれもな。んで、75分にマイケル・ジェームズもね。うん。 ゴール前の混戦みたいなところから押し込んで、はい、2、2にして、いや、新潟、さあ、逆転ムードやでって思ったところで、高江もう美しいゴールですね、あれね。まあ、前節もね、ほんと同じような形じゃないから、同じような形じゃないけど、まあ、似たような感じだね。えー、右サイドからボールが中に来て、そっから、あのようなシュート、低めのね、素早い、早いシュートね。 今回はセットプレイからね、コーナーから完全にデザインされたゴールで。いやー、街だったからその辺のセットプレイの策略とかも練ってるんだなってところでちょっと怖いチームです。で、しかも形で点取ってるし。うーん。やっぱ吉尾高えここは注目ですね。うーん。ただ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 、そこで試合は終わらなかった。89分、本場しよう。 うんこの選手は何何でもできちゃうのかな <laughs> いやー、ドリブルとか、そのゴール前でのね、ひらめきみたいなのがこの選手の特徴で、なんか力強いミドルとかって持ってんのかなーって、あんまり思ってなかったんだけど、いやー、いや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 。<laughs> あんなシュート打たれたらキーパーひとたまりもない。あれはどんなキーパーで、ファンデルサールですらもう届かないよ、あれはもう。 クロスバー当たってね、ゴールインしてるから、ほんましよ。あんな力強いシュートで打てるとはちょっと思ってませんでした。素晴らしいゴールで。はい。本んましよも途中出場でゴール取ってるということです。外国人対決、監督対決、3対3。ね、新潟ちょっと得点能力高いけど失点が多いな。うん。でもなんかね、アクティブな試合が多くていいね。で、金沢千葉。千葉はメンバーゴロゴロ入れ替えました。荒井以外全員入れ替えたんでしょ それで2-0で勝つってもうちょっと最強でしょジェフ。今年のジェフはやっぱり違う。うーん、違う。ね、桜川ソロモンさん。いやーもう、ちょっとこうやってフォワードがバンバン出てこられたらちょっとね、他のチームからしたら嫌なんですけどね。川又いて、船山いて、クレーベいて、山下いて、そして桜川ソロモンでね、まあ、里久人もいるし。ちょっと今年の千葉もう嫌です。 で33分のミキのゴール。で、アダ田朝日、あれはナイスすると言っていいのか、別にあそこで打ってても入っただろうけど、ね、あそこ押し込みたかったね、本人としては。うん。まあね、後ろからミキ入っていってゴールと。いうことで、まあ、千葉はやっぱ2点取って、まあ割と相手に持たせるような展開で、金沢は攻め入りましたけども、うーん、ゴール割らずことが割、割れず、うん、ちょっと厳しい試合だったかなと。 いうところです。千葉のね、やりたいような感じでした。まあ、金沢ももちろんチャンスシーン作ったけど、うん、実らず。ねえ、いやー、あの、加藤とルカオの連携とかもね、いいシーンあったんですけどね。ゴール前に迫って。まあ、決めるとしたら、あそこで決めてたらちょっと流れが変わったのかもしれなかった。まあ、そこら辺は、ね、振り返っても仕方ないということで。えー、徳島、山口、4-0。もう、こ徳島がね、 やりたいようにやってましたね。まあ、ちゃん、そしてちゃんと決めるんだ、今年の徳島。決定率がちゃんと高い。ね、かきクロスから押し込んだり、えー、岩尾は、あれ、こうなんかヘディングだっけね、かきた、かきた2ゴール。いや、素晴らしい。そして川田がね、俺も負けないぜってってね、最後に決めるっていう。なんか黄金パターンになってる気がするけど。いやー、徳島、偉い、強いなうん、まあまあまあ、この序盤、 ま、序盤ってほど序盤でもないのがもう7月だからね。コロナの影響でって。まあ、確かに継続性が高いチームが序盤は有利ってところありますけどね。監督、今年で、えー、4年目 ?3 年目 ?3 年目うん。っていうのはありますけど。あ、4年目 <laughs> あれもう頭がおかしなんた <laughs> はい。っていうところありますけども。それにしてもやっぱ徳島、このまま行ったら行きそうな感じがしますね。で、山口は失点が多い。 いい失点が多いですね。なかなかマークついていけないシーンとかも散見されて、うーん。で、この試合においたら得点も取れなかったってところで、まあね、こういう試合もあります。仕方ないです。いや、次あたり本当ま、松本じゃない、山口勝ちたいよね。うん、まあまあ、試合見てて、そうだな。まあ、有利は先発で、まあ出た方がいいな。 あ、でも35分で変わってんのかあ、これ、これ怪我だったんかなあれ速報見てみよう。35分のイユリ、ゆうり。ゆうり。ん怪我ではないのかうんあ、ん違うか。あ、特に、ゆうりが怪我したみたいに書いてないな。そっか。あれじゃん。ゆりあんま良くなかったのかあれ。<laughs> そうですか。まあ、4-0で、徳島勝利です。はーい。 次のゲームはどこだどこだどこだ愛媛、岡山ね。愛媛、岡山、岡山勝利。この試合もチラッとま見てたけど。いやー、岡山ね、いいですね。中盤でね、上田とかがしっかり潰した。この上上コンビよかったね。コンビなのかわかんないけど。上城がななんかシュートね、バンバン打ってたんですよ。ミドルシュート。まあ、この選手ってね、得意じゃないですか、ミドル。それがね、この55分のゴールに結果を。 生み,生み出しました。シュートモーション入った瞬間、やっぱ愛媛の選手寄せますわ、そりゃ。向かい手ミドル来るんだもん。怖い怖い怖い。そこをね、裏手に取ってね、山本にね、クイッてね、キックフェンとかまし上がって、そしてスルーパスですよ。そして山本倒押し込むだよね。上、上まし。いやー、怖い選手ですね。まあ去年からも怖かったけど、ちゃんと移籍してからも怖い。あれでも今年ゴールはまだ取ってないっけどうだっけ わかんないけど、まあでもしっかりと岡山に馴染んでいる、そんな印象です。愛媛の方は、うん、まああんまチャンスシーンも作れなかったし、そうですね。まあ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 。ちょっと中断ね、開けてから調子よかったけど、うん、ここ2試合勝ててないのかなちょっと残念です。はい、えー。福岡、岩田。いやー、これもね、福岡さんの強さがね、 出ましたね。いや、岩田もね、もちろん自分たちの形でやろうとはしてるんですけれども、ね、福岡が攻め入れさせませんでしたね。はい。まあ、ゴールキーパーセランテス中心に、しっかりと守備を固めているこのチーム。そして何よりも、ね、この途中出場じゃない、間違えた。<laughs> このローテーションで出てきた増山がゴールを取るっていうチーム力の強さ、高さ。まあ、あのシーンにおいてはちょっと たのミスがね、出てしまいましたが、うーん、あれはやっちゃいかん。やっちゃいかんがそこをついた増山も素晴らしい。足速い。<laughs> 足が速い。そうですね。まあ、福岡1-0で勝利と、なんか、そうだね。今年の福岡がどうなるか分かんないけど、なんとなく例年ね、井原さんの福岡のイメージがあるから、この1-0ってスコアは福岡っぽい感じがしますけど、<laughs> しっかりとこう1点差のゲーム、ものにする感じね。 はい。まあ、岩田、その、思ったよりも序盤、調子があんま、ねえ、震ってないというか、そうですね。まあ、若手の成長がここからあれば、また巻き返すんじゃないでしょうかね。うん。うんうんうん。はい。いやー、福岡強いよ。福岡、だんだんここから乗っていくんじゃないのこれ。ね。で、次が、あーん。 九州京都これ0-0のね、スコアだけ見たらしょっぱいゲームかなと思ったけど、いや内容見たら両チームとも面白い。特にやっぱり北九州は本当にもうなんか、なんて言うんだろうね。恐れを知らず、やっぱ自分たちのサッカーやってて、見てて気持ちいいし楽しいし、うん。いやー、本当、連動性が高くてね。とかでもこの試合、うーん。 かかあーあ,ーあー、何でもないです。な <laughs> んで高橋大吾いないって思ったけど、いたわ、普通に。<laughs> いました、いました。全然いました、うん。シュートシーンも作ってたもんね。はい。あまあまあまあ、京都がね、ちょっとメンバー変えてますね。レナン・モッタとかジュニーニョったら、この外国人入れてたりしてて、どうだったんだろうあんまり、<laughs> あんまり見てなかったんだけど、レナン・モッタ・ジュニーニョはかったかな ま、ちょこちょこ見てて、両ゴールキーパーよかったなっていうところありましたね。長江若原。いや、若原乗ってきたね。ま、ゼロで抑えてるし。いいじゃないですかうん。ま、京都はそっか。なんかその、両サイド今年俺注目してて、荒木と、あと、イーラ。が、ま、ね、控えから出てたってところで、そこでま、サイド、あれなんかな。押し込まれるシーンもあったんかな。 わ <laughs> かんないけど、いつも、いつよりかサイドで突破できなかったのかなうん、想像です。<laughs> なんで試合レビューしてんのにこいつ想像してんだよって思うかもしれないけど。はい、どうだったのか、ちょっと、大体一のサポーターを教えてくださーい。はい。<laughs> 琉球長崎。はい、このゲームは全く見てません。ハイライトしか見てません。<laughs> いちいちですね。いやー、長崎はやっぱり先生ちゃんとします。ね、マイクマ。ね、マイクマだと思ってたら、マイクマって読むんだね。 まいやー、コーナーじゃない。んサイ,サイドからなんかポーンってボール行って、ファーサイドで合わせた形だよね。ヘディング。マイクマってポジションはさ、ディフェンダーなのフォワードじゃないのフォワードってここに書いてあるよね。フォワード、なんかフォワードだと思ってた、俺。ディフェンダーもできるっていう。すごい、ユーティリティープレイヤーですね。はい。まあ、ただしかし。 ねえ、だから琉球がこう押されちゃうのかなって思ったけど、しっかりと。この池田もこれまたルーキー ?97 年生まれ拓殖大からやってきた。フォワード、あ違うミッドフィルダー23番池田ね。なんかファーストタッチでゴール取ったわけ。ねえ。これは期待ですね。いやー、まあ、ゴール自体もなかなか簡単なゴールではないと思うけどね。抜け出してって。簡単そうに見えるけど、 そのテクニック <laughs> 必要なゴールですね。すごい浅い感想になるのはもう致し方ないということで <laughs>。いやでも長崎はね、こう追いつかれたってちょっとマイナスなイメージになってしまうゲームかもしれないけど、やっぱり負けてないからね。次勝てばもう負けなしがまた継続されるわけなんで。これはこのチーム強いです。今年本当に。いや琉球ね、逆に言えば、まあ、勝ち点拾った。 で、まあ、長崎、主位に対して、勝ち点拾えたんで、そこはポジティブな要素だと、追いついて。うん。で、また新しい、この池田蓮っていう選手が結果を残し。はい。ね、おのしんじ出てたね、うん。はい、まあ。うん。<laughs> そういうことです。はい、順位表です。えー、ビファーレン1位の2位、大宮。ちょっと2位、ね、音源負けちゃったんで。 勝ち点もね、12ということで。はい、徳島が後に続いてまして、JF、京都と、まあ、なんかもうこのまま、ここら辺のチームで上位争うような感じかなって思います。で、まあ、ギラバン、ハジアのギラバンマチダ、トチギラバチ、ギンズ、マチ、ギン栃木、栃木、ね、去年とは打って変わって、いい位置につけてます。でジュビロ、福岡、松本、まあ、この辺の3チーム、うん、注意にね、沈んでる場合じゃないぞと、もうちょっと上行きなさい。 レイヒ甲府、山形、えーえー、えー、みたいな感じで。まあ、なんとなくやっぱり、今年のね、J2 が見えてきそうな順位表でございます。まだまだこっからね、調子ガンガン上げていくチームと、ガンガン落ちていくチームが多分出てくると思うんで、<laughs> はい。そこら辺もね、楽しみですね。で、得点ランキングがこちらでございます。はい。まだ4点取ってるやつはいませんね。まあ、今節で、 6節でまあ4点取る選手が出てくるでしょう。うん。まあ、徳島、新潟が点取ってることがこの得点ランキングを見てもよくわかります。うん。そうだね。はーい。こんな感じでーす。はい。ということで、まあ、今日土曜日だからもう <laughs> 今日、今日ね、次の試合があるっていう。その、朝にね、録音してます。<laughs> はい。はい、今日も楽しみです。 それでは、さようなら。